このチャンネルは日本のどこかに住んでいるタイダーの双子の兄弟がいろいろなゲームをたまに友人を呼んだりしながら自由気ままに実況しているチャンネルだ。果たしてこの兄弟が成長するときはいつ来るのだろうか。はい、どうも皆さんこんにちは、ありとま兄弟のありとまです。はい、というわけでね、はい、本日はこちらアモンガスの方ね、はい、まあ、久々にやっていこうと思います。はい、皆さんこのモードを覚えているでしょうか。かくれんぼモードというね、はい、あの紙モードですね。要はな、鬼ごっこみたいな感じで、要はその、まあ、逃げるものメインになっていきます。なのでタスクをクリアしつつ、そうだね、うん、タスクをクリアしながら、要はあの、まあ、あの今ね、さっき言った、まあ、あのインポスターから、まあ、逃げないといけないっていう、まあ、感じなんですけれども、まあ、かなり鬼畜なわけですね。うん、で待って、やばいな、危ない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 。はい、で今回ね、あの、はい、こちらの、まあ、この左側の、はい、まあ、このゲージですね、これが来るとまずいということなんで、はい、まあ、そこへのをね、しっかりと、まあ、耐えて遊んでいこうと思います。インポスター側はこれ不利じゃないかな、このゲームはね。うん、危なかったね、今危なかったなさ、あの今みたいなこともさ、あんのよ、あのたまに、あのあれな、今はすれ違ったよなみたいなっていうのもあるからさ、やっぱそういうね、まあ部分もまああるけど楽しんでいこうみたいな感じですね。まあなんとかあと18秒逃げ切れば、まあ我々の勝ちなんで、まあなんとか勝てそうですね。はい、いやそれにしてもな、結構不利だよね、これインポスター側にさ。うん、なんとか勝てそう、よしよし。うん、あ、まずい、あ、まずい、忘れてました皆さん、なんかもっとあの覚醒モードみたいな感じになってね、あのインポスターがもっとあの足が速くなるっていう、まあ要はその、まあ、その最後のね、まあ、そのモードみたいな、まあ、ものがあるんですけれども、それ完璧に忘れて、まあ、今現在あの私隠れることが一切できません。今すれ違ったのか、あれは近くね、めっちゃ近くね、あ、今真ん中ら辺にいたのか。まあさすがに最後ぐらいは耐えれるかな。今いたな、危ない、逃げろ、危ねえさあというわけで2戦目遊んでいこうと思います。今回タスク結構ある、オッケーオッケーオッケー、そうで、これタスクをクリアすればするほど、あぶねー、逃げろ。今さ、ここをね、多分ね、登った先にね、多分あいつ待ち構えてんだよ、あのインポスター。あぶな、勝っただけやから。え、ねえこれ、あー、え、こんなタスクあったっけ前、あれ、いやいやいや、な、何のゴングかよ、わからん。やばい。で、隠れる回数っていうのも0回って、あ、もうあの1回って結構あれだから、この人たちもみんなこっちに、やばいやばい、やばい、やばい。逃げろ！おい、耐え方えぐい、耐え方が、もう耐え方えぐい。で、ここいればさ、ワンチャン、どうにかなんか。残り30何秒？逃げれっかな？でもさすがにいけると思うんだよね。上行く。で、さすがに勝てそうっちゃ勝てそうかな？よし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 。危なかったな。はい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 、まあ2連勝ですね。はい、いいよ、かなり調子はいいんじゃない。さあというわけでラスト遊んでいこうと思います。あのね、ラストね、これ結構なんか面白いモードだよね。あれ
懐中電灯みたいにこの右上にあるこの、はい、このあの丸いやつを使わないと、丸いやつを押さないと、この前要はその視界がね、まあ要は分かんないと、はい、要はこうやって仲間が映んないようになってるんですね。こうやって仲間映んないようになっているので、だいぶねちょっとあの厳しいところはあるけど、どうにかなる。なんか今あれ、うん、いや気のせいか、気のせいか、さすがに気のせいだよね。今なんか一緒には寄り添って走ってたような気したけど、あれリフトを使わないようになんとか生き延びていきたい。でもこれ思ったんだけどさ、これ多分さ、あのインポスター側は多分だいぶこれきついと思うよ。これこうやって木でできるってなかなかいない。こっち側でも誰もいないんでしょ、多分向こう側、奥側のリフトで多分もう誰かやられてる。あぶねー。はい、ラストもね、まあ勝利かな、3連勝。いや、このかくれんぼってさ、インポスター側強いイメージあったけど、あれだね、案外。はい、というわけでね、本日はね、こちら、久しぶりにね、アモンガスのかくれんぼモードを、はい、遊んでいきました。皆さんいかがだったでしょうか。いやー、やっぱりね、人狼ゲームね、だけじゃなくてね、はい、まあ、こちらの、まあ、その、かくれんぼモードの方がね、まあ、私、はい、大好きな、はい、モードとなっておりますのでね、はい、もし、ね、アモンガスやっている方は、ぜひ遊んでみてください。この動画、面白いと思った方、またね、他の動画気になった方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。